V3 のフラーゴラッド鹿児島は昨日とおとといアウェーで連勝を飾り14勝2敗で首位をキープしています、はい、フラーゴラッドは4試合を残して3位以内が確定、うん、来月静岡で上位3チームが出場して行われるファイナルステージ進出を決めました。こちらもその勢いを、そうですね、またね、はい、活躍してほしいですね、優勝目指してこれからも応援したいと思います。